あとはフォワード、フォワード最後、うん、ワントップ、はい、迷いましたが今の日本代表前田大然選手、あスピードがすごいあってね、ディフェンス陣が向こうのねディフェンス陣がボールを持った時にものすごいスピードと運動量だからプレッシャーがすごい、すごいフォワードなんだけどディフェンスの能力が今もう注目されてて、ね、だ前田大然選手が自分で取るというよりはボールを追いかけて相手がトラップするのを焦らせて、んなら焦ってる中でやるとプレーの精度がちょっとずつ落ちるから、うん、その次のとこで奪うみたいな、へーすごい、より向こうのミスを誘うっていう、もちろん決定力もありますし、で決定力で言うとやっぱ川本邦史、ちょっとボケっぽく出してる、大喜利みたいな、川本さんですよ、出したじゃないですか、川本さんです。川本さん知らないでしょ。わからないです。いや、奥寺さんと同じ感じです。本当に。もうかなり昔の選手です。これも J リーグができる全然前に日本代表がメキシコオリンピックに出てるんですけど、その時銅メダル取んない。アマチュアのチームでね。はい、でその時の得点、決定力すごい。で、世界からもこう注目されてて、実際に海外のクラブチームからもすでにオファーがあったりしたみたい。で普通ね、例えば162センチの選手やったらプロフィール上165センチって書いたり、178の選手やったら182センチって書いたり、ちょっとサバ呼ぶじゃないですか。河野選手はプロフィールで180センチみたいな登録してんねんけど、ほんまは185センチぐらい。なんでちょっと逆にサバ呼んじゃう、ちっちゃく。なんでかって言ったら、なんでなんですか、試合のフィールド入った時に相手があれでかく見えるって思ってたより、だから逆にサバを呼んでたらしい、何センチサバ呼んでたか忘れましたけど、あそういうとこも見るんですね、じゃあみんな何センチぐらいだったら、そうちょっと見ますもんね、逆の方が、いわゆる試合する時に相手チームのどの選手が身長どのくらい高くて、うん、足どれくらい速くて、うん、右利きか左利きかみたいな、そういうスカウティングっていうのを事前にするんです、へえ、うん、こういうね、どうこれめっちゃ面白そうじゃないですか、めちゃくちゃ面白いです、見てみたいことしない、迷ったで、え、もちろん誰かもカズ選手とかもいるんじゃないですか、そうよ、もちろんそうですよね、それはカズ選手ね、こういう可能性もあるよね、磯貝さんがお休みで、まあ、こういうのとかね、うわーすごいよこれ、うん、もあるし、あとはこの選手も見たいよね、久保さんドラゴンドラゴン知らない、ドラゴン久保プロレスラーみたいになっちゃったけど、ドラゴン久保知らないでしょ、分かんないです、これはあの身体能力めちゃくちゃ高くて、日本人離れしたフォワード、身長もあってジャンプ力もあってバネがあって、え、そんなん入っちゃうのとか、そんなん決めちゃうのみたいな選手で、あとは、はい、我々世代で高原選手ですよね、もう万能、全部できる、この辺の世代すごかったですね、このフォワードよ、うわこのこれすごいフォワードより、うん、スタートでもいけんねんけど後半からこの大久保さんとかが入ったりしてね、今考えるとすごい、うん、うわーいやー、うん、結果ちょっと楽しかったな、そっちだからこのヒデとかもそう、それはこことかになっちゃいますよね、だからあとこういう選手たちもいたんですけど、うわー稲本さん、本田さん、山口選手、懐かしい、うん、香川さんとか乾さん、ちょっとね、まだバリバリ現役なんで、うわー迷ったよ、だからいや、ほんまに苦渋の決断だからもう真剣に考えて、状態いい選手で行きたいねんけどなんかね、うん、こういうこともあるよね、どうですか、ちょっともうね、決めかねてるじゃないですか絞れてないじゃないですか、いやそうやね、どんどん変わってってる、もう今ほらいろんなもう可能性が出てきちゃって、自分で用意したメンバーがちょっと動かしたら、こういうのどうですか、こういうチーム、最高だな最高ですよこれ、10番あ遠藤選手とかのとこですか、遠藤さんと今野さんを入れてみた、うん、
難しいな。もう5分後には変わってるよ。これ君だとしても。お父さん持って帰った方がいいんじゃないですか。お家で遊んだら。そう、日によって違うでしょうかね。これ買い取ろうと思ってる。ね、そのセット。怖いな、家でこれずっとやってたら。ドリブラーだけで作ったりね。おばあちゃんもよくわかんないでしょ、本当に。どのあたり注目したらよかった。いや、こっちだけ見てるよ。こっちだけ見てるよ。この皆さんに。こっちはまた終わってから、はいはい、もうサッカー好きになってもらってからこっちへ行ったら非常に楽しいけど。ね、楽しみだな。でもちょっといろんなその選手のことを知ったら。絶対ダメだよ、釜本とか、はい、言わなくていいから終わるから。え、どちらに。いないから。ここに入るから。うわぁ。まだやってる。まだやってる。これも強いな。山口元博さん。山口元博選手は知らない、絶対知らない。いや、わかんないです。あのループシュートはすごいけど。あのループ、ね、韓国戦のループシュート。伝説のね。はい。稲本選手とかもいます。そう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 、稲本さんも入れてたんやけど、これはむずいわ。いや、それむずいっすよ、こんな歴代のレジェンドばっか集めて。レジェンド。何を考えてんねんって感じやな。いや、ちょっとドリームチームだよ、これ、日本代表。トータルで言ったら、うわ、マテさん、うん、気にないっす。わかる。やめてくださいよ。これだけ見てもいいから気にしないで。でこの多分もう三笘選手とかも、三笘選手も後半も絶対出てくるから。これどう？こういう感じ。すげえ超攻撃的。ほぼ3トップっすよ、ね、これ。しれっと井原選手は3点取られるけど全体僕井原さんなんです1点ね、返せるみたいな。まあ、内田さんおるからね。内田さんもいるんだ。うん、それはもう内田さん知ってるでしょ。わかります。内田さんと奥寺をね、奥寺さんは本当に好きなんですよ。奥寺さん、そうね、奥寺さん、めちゃくちゃ好きなんです。いやすごいね、これは決めきれないよ。いや、結果決めきれないですよ、それ。無理無理。実際、マジでマジでさ、もうちょっと本当、それはもう後でゆっくり楽しんでいただいていいんで。うん。ガチで、どうですか、僕のこの日本代表。うん、こっちも聞きたいです、本当お願いします。みんな聞きたいと思います。もう、それでいいです、置いといてください。これ、一回置いといて。はい、大丈夫です。これどうですか、僕の単純にスタメン。僕ももう、こうですよ。あ、こう一緒ですか。うん。そうね、試合によっては、まあ、権田選手がいたりして、吉田さんはもちろん大事な試合で絶対活躍してもらいたいんやけど、この状態によっては板倉選手とかもやっぱね、怪我の状態気になりますけど、みたいですよね。やっぱこのボランチはやっぱ松井さんのこの2枚はそうですよね。でも、まあ、で攻撃に点取んなきゃいけない時になったらそうですね、うん、田中選手とかね、はい、もう好きですし、例えばもうなんか川野さんちょっと上げてセンター入ってこんなとかね、うん、これ最初から見たかったよね。これ最初からこれでいいんですよ、ね、こういうね、こういうの見たら後半どう動いてとかそういうの聞きたかったんですよ。でもうなすすべなしみたいな、はい、もう残り数分しかないよってなったら、もうこれオフェンスに出なあかんから、はい、もう3バックにしちゃって、でもうここに川本、はい、いいって、いいって、もういいって、もういいですね、このもうロングボール、ロングボールで、ロングボール、ロングボール、高さもあるからじゃないんですよ、足元も強いからじゃないんですよ。そうね、もうめちゃくちゃ浮いちゃってますって、これは。これふざけちゃダメよ、こういうの。もちろんそうだ。結構見ると思います。え、俺出すか。いや、あの持っていき方が、はい、鎌本を出せよみたいな。鎌本さんを誘ってたよな。誘ってないです。最後聞けました。でもでしょ、はい、あ、なんとなく分かったでしょ、はい、はい、で、うん、過去にこういうすごい選手たちがいたっていうのはね、はい、レジェンド。もうだから好きな選手誰って言われた時に、うん、やっぱ小川とかは
こういうメンバーから言うと渋いなって言われるおじさんたちが確かにおってなる。おじさんめちゃくちゃ喜ぶ。奥寺選手、奥寺康彦ですかね。奥寺選手が好きです、ね、うん、おってなるそうですね。家帰って、もう小学生みたいな。ずっとちなみに俺さっきの今回これやるにあたって26人にやっぱルールとして絞ってくれって言われたんですよ、さっきの日本代表、その候補ね。それはそうですね、確かに。どれだけ悩んでも29人3人漏れてたんですか。うん、もっとおったし、俺候補で出していた時ビビったんやからディフェンダーだけで20人ぐらいおってた